本日は盛岡三三丸の演舞をご覧いただきありがとうございます。私は2014ミス三三踊りの高橋彩乃と申します。同じく2014ミス三三踊りの吉田明日香と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご披露いたしましたのは盛岡三三踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い家の中に福が舞い込むようにと願いを込めて踊り、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日はご来場の皆様方に福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきますのは七夕崩しという演目でございます。七夕崩しは天の川を建て祭り、水に願いが届いて豊作となるようにとの祈りが込められた踊りになります。七夕崩しに続きまして栄える夜の踊りと書きますエアサー踊りをご覧いただきます。盛岡三三踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、お祭りが栄えますようにと思いを表した踊りになります。そして最後に披露させていただきますのが盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三三踊りの基本踊りの一つ十二